はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。だんだんね、暑い日が続きまして、こう涼しげな夏用のマスクをね作ってほしいというね声が多くなってきました。あと小池都知事のマスクを作ってほしいという声も多くなってきてますので、この両方をね合わせたマスクを今回は作ってみたいと思います。はい、で小池都知事のマスクはですね、ちょっとねいろんな改良が必要で、少しねいろんな改良点を加えていきたいと思います。まあまあ今回第1回目なんで、またね皆さんのご意見を聞かせていただけたらと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、素材紹介をしていきます。今回使っていくのは、これ以前ね紹介させていただいたトラスコエコペーパーウェスですね。こちらを使っていきます。はい、こちらが両面テープですね。10mm から15mm くらいの太さのものを使っていきます。こちらがストッキングです。はい、物差しとハサミです。はい、では始めていきます。まず最初にね、このストッキングを 2cm 幅で、このように輪切りでカットします。はい、でこちら を耳ゴムとして使っていきます。このようにちょっと引っ張りながらね伸ばすと、こう丸くなって耳ゴムになります。こういう感じですね。引っ張りながらねこうやってやると丸くなって耳ゴムになります。このようにこれを2つ作ります。はい、では始めていきます。まずこのようにトラスコペーパーを1枚出しますね。そしたらもう1枚ねトラスコペーパーをここの部分ですね、ここ10センチカットしたトラスコペーパーを1枚用意します。これを90度回転させて、このトラスコペーパー、先ほど言ったように4枚でね1つの紙になってますので、このちょうど真ん中ですね、2枚2枚のところの真ん中にこのペーパーをこのように入れます。はい、ですか。これで始めていきます。そしたらこれを真ん中で折ります。ですか。広げてここでもう一度こう折りますね。はい、そしたらこれをもう一回広げます。最初の折り目のところにこのように折ったら、これをもう一回これと同じ幅でこう折りますね。これ真ん中まで折っちゃダメですよ。これもここの折り目のところで折って、このように折ります。はい、そしたらこれを半分に折りますよ。こうやってで、よく折り目をつけます。はい、そしたらですね、これもざっくりでいいので、ここに真ん中に線がついてるじゃないですか。ここをこれね、下、こっちが顎の部分になります。そして顎の部分は、ここの部分を、まあ、だいたいそうだな、真ん中の線を中心にして3センチぐらいですね、3センチぐらい、このように3センチ、4センチ、3、4センチですね、3、4センチ、このように平らな部分を用意して残しておいて、このように折ります。その折ったこのね、先の三角形のこの部分が、この最初の折り目の真ん中より少し上に来るぐらい、まあこれね、ほんとこのぐらいざっくりで大丈夫なんで、ただこの両側同じ長さに折り目にしてあげてくださいね。大体まあこんな感じですね。このくらいで折ります。いいですか。そしたら今度
まあ、折りにくいのでもう一回ひっくり返して、今度ねこれ上のに来る部分ですね、これはここの今折ったこの部分あるじゃないですか、この部分をこの真ん中の折り目からここの部分までですね、この中で折りが収まるように、まあ、こういうふうに折ります。いいですか、まあ、だからこうなるわけですね、両方ね折り目がつくとね、まあ、こちら側も反対側も同じように折りますよ、この真ん中からですね。このように折ります。こうなるわけですね、はい、そしたらここの部分ですね、ここを1センチくらい、もう1センチか2センチくらいですね、このようにも折っちゃいます。でその時にもうこの長さですね、この長さでだいたいざっくりこう両面テープをカットして、ここをこのように下のね紙とここがちゃんと貼れるように貼ります。そうするともうここ動かないですね、こっち側は。反対側もまあ大体ね長さこう先に両面テープカットしとくとやりやすいです。でここを1、2センチのところで折り込んで、あげて、で、両面テープでここを貼りますね。はい、できました。で、実はこれね、マスクのサイズがここで決まっていくんですけれども、最初このトラスコペーパーは横幅30センチで縦が24センチあるんですね。なので、まあ、そのサイズで作りましたけど、例えばもっとねちっちゃいサイズの、マスクを作りたかったら、最初にトラストエコペーパーをの長さを横の長さを30センチからもうちょっとカットしとくと小さいのができます。はい、そしたらここのね両面テープを剥がします。剥がしたらこの耳ゴムをここの両面テープのところに当ててあげて、これをこのように折り込みますよ。はい、まあ、ここはね両面テープ引かないでこのように少し、開いてても大丈夫です。そしたら反対側もテープを剥がしてあげて、これを貼り付けてこのように折ります。はい、これでねもうほぼ完成なんです、実は。そしたらこれね、まあ、小池都知事のマスクって結構立体なんですけど、ここの部分のね上の部分がちょっとペーパーで作ると甘くなるんですね。なので僕はねちょっと考えて、前回こう西村大臣のマスクを作った時に、まあ、3D マスクですね、あれはね 3D マスクの、ちょっと利点をねここに利用しました。 なのでここでここの中の部分を折り込みの中の部分をこのように持ってあげて、こちら側も下側もそうですね、下側もこのように持ってあげて、ここでこのマスクを折ります。このように、はい、このように折ります。いいですか、ここですね、しっかり折り目をつけてあげてください。ここのとこがピシッとしてるとつけるときに楽です。はい、これで、小池都知事のマスクの出来上がりです。ではちょっとこれマスクつけてみますね。はい、ではつけてみます。これは涼しいです。
ちょっと大きめがね、やっぱり小池都知事の特徴ですね、マスクのね。で、ここのね、ここの切れ目というかね、この、なんでしょうね、マスクの形ですね、こうして、この耳に向かって切り込んでいくこの形が、結構こう、小池都知事のは、角度がついていくんですよね、見るとね。そこが特徴だと思います。で、このトラストエコペーパーは、とっても涼しいです。だからワイコールはちょっとね、そういう意味でフィルター効果は高いんですけど、夏だとちょっと暑い感じがするんですね。ただこのトラスコエコペーパーはその点すごく涼しいので、ね、とても夏向きだと思います。はい、ではですね、この小池都知事風マスク、ぜひ皆さん作ってみてください。この小池都知事のマスクや前回の西村大臣のマスクはですね、また皆さんのご意見をいただいて、改訂版を作っていきたいと思ってます。なのでまたね、貴重なご意見ありましたら、どしどしコメントの方にお寄せください。よろしくお願いします。で、またこの動画いいねと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またね、チャンネル登録をしてくださる方が最近どんどん増えてきて、とってもね、心の励みになってます。なので、いいねと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回改訂版でお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。